皆様ごきげんよう。今日なんですけど、この間事務所でみんな集まって企画会議してた時に、セリナちゃんが相当強いって話になってて、そしたら、はい、例のあいつっすか、あいついるじゃん、ね、しらげたやつ塗り棒、はいはい、多分塗り棒より強いよって話になった俺が、うん、そしたらさすがに負けるわけないみたいなこと言ってたんで、ちょっと一回スパーリングしてもらおうかなと思って。おそう。じゃあお二人、誰がしらけたやつや誰がしらけたやつや、おい一番沸かしたろ、オーディション会場を。しらけとるやないか、今一番会場沸かしたでしょって、オーディションで。え、でもぶっちゃけ本当に勝てると思ってる？いや余裕でしょ、そんな。だってごめんね、本当ごめんね、そのリスペクトして言うけど、申し訳ないけど僕男だし、身長いくつ158です。でしょ、171なのね、はい、体重大丈夫、体重は今52です。ありがとう。俺がもう満腹の時で68だから、うん、だからもうその時点で10何キロで差があるわけね、うん、で、なんかタイトルあるの、世界チャンピオン、全米チャンピオン、全米とヨーロッパ、うん、全米もなんかでしょ、3人ぐらいでしょ、はい、3人でやったんでしょ、何人見たの？わかんないです。わかんないでしょ、はい、ずっと企画会議の時からなんですけど、のり坊さんの顔を見ると笑っちゃうらしくて笑ってへんの？ずっと笑ってるんですよ。僕見てないのに笑うから何をしてんの？本当にずっと笑っちゃうらしくて顔見れないらしいですよ、ね、スパーリング中大丈夫？笑っちゃわない？確かに、笑いなしでやるからね、女相手だろうと俺はもう知らないよ。で、ね、まあ、そんな本気でその失神とかさせたらさ、大丈夫？のことといよ、沈むよ沈む、まあまあ怪我させないようにはしようかなっていうね。ぬりぼうさんも一応ニコボクションやってたんだね。まあ1年間だけね、あ、はいはい、で、ぬりぼうさんなんとホンダスイミングスクールが決まりましたし、もう、で、カツオヘガスであっちでいいスパーリングして、まあ今やっちゃってもいいんだけどね今や、おいおい、ホンダホンダ来いよ、ホンダあれ帰る、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 帰来た来た来た、嘘嘘嘘、君じゃないから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 、あ、君じゃない、本田さん、本田さん来ました、本田僕入場してくるんだ、やめてやめて、ダメ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 だから。で、セリナちゃんは本当蹴りが得意なんだけど、だから塗り棒要望でどうしてもパンチだけでやりたいって言ってるんで、えこの人ね、おい、オーディションの時ゴンケツさんと試合したでしょ、その時に足骨折してるんですよ。そうなんですね、はい、ちょっと映してください、見てください、蹴りまくってた足じゃなくて、なぜか軸足だから本当に診断されて骨折してます、はい、今超音波通ってます1回330円お願いしますね、請求しますよ、僕はあ、確かに確かに、見つけたら請求してくださいセイヤちゃんがその、アイドル顔見れないっていうのが結構ね、追加2点に笑ってるじゃん、ボクシングルールやってもね、あ、ボクシングルールじゃん、逆にセイヤちゃんは蹴りあり、なしなし、全米チャンピオンだからテレビ使いたい、うん、蹴りやるでいいよ、じゃあこれパンチだけでいく、さすがに、あ、いいよ、足を蹴ることはないから大丈夫でしょ、うん、そうそうそう、じゃあ蹴りパンチあり、蹴りとパンチね、だから男だし、あ、男だし、それでちょうどいいんだ、パンでは開けるわ、それでも余裕と、うん、ホットケアとかつけたら、ヘルメットとかフルフェイスとかかぶったらフルフェイスバイクのフルフェイスかぶったらシーンじゃない、シーンじゃないの、ピリリンだけになってたわこの辺もピリオド、この辺もちゃんとね、受ける人だったら多分芸人として売れてたんでしょうけど、こういうとこあるんですよね、まあまあ、こういうところね、まあ、はい、だからやめたんですけどね、芸人をね、やめたんじゃないかもしれない、やれなかったんでしょ、売れなかったでしょ、売れなかった、だって自らの選択で売れてたけどやめてったみたいな、いや厳しいな、だってライブ出てもライブ出てもギャラ500円なんだもん、交通費でマイナスだもん、いや超音波買える、超音波超音波セクシーまあいいか、じゃあやめますか、はいですよ、ちょっと思いなしで、あ、マジでやめます、わざと負けたりしなくていいです、はいですよ、お笑いでお笑いでこんだけ振りまくっといてわざと負けるみたいな、よかった、普通にぬり坊さんの実力を見たいし、そうっすね、まあボクシングだけね、今日はちょっと蹴りなしにしていただくからさ、はい、じゃあ準備してもらって、わかりました、はい、3分1ラウンド、3分1ラウンドですね、まあまあ怪我させないようにね、あれするから、はい、さすがに顔引きずってない、大丈夫、あ、大丈夫ですよ、ゴンケツさんの時も引きずってたけどさ、いやいやいや、引きずってない、あっちが引きずってない、いや、あっちは笑いこらえてるからさ、あ、マスピース、誰かミックマスピース貸して、何言ってるんですか、いやいや、ミックの白いやつ貸してよ、マスピース、まあ、ないじゃん、まあ、泡ですね、もしはめたら、もう一瞬で捨てるよ
そんなに嫌だから。塗りコート濃厚接触してる。そんな嫌だか。なんかシャンプーみたいなのが。確かに泡が。シャンプーみたいなのがリンスがいきなり。そうです。次タイトルマッチです。いやすごいですね、本当にあのディープのタイトルマッチです、はい、俺と同じ階級の、応援します、うん、ありがとうございます。2月 10? 11です。2月11、もうすぐだ。やってくれるでしょう。頑張ります。全然いいです。稽古します。うるさいよ。はいです。あー、セリナちゃんどうぞ。つけなつけなくても入れてってもいいかな。いやつけた方がいい。あの、あなたの足が折れちゃうから。つけた方がいい。はい。もうつけずに蹴ってもらう本気で。そうっすね。本気でいいっすよ。いや、マジあの、つけな。あ、危ないから。全然。あなたのすねが折れちゃうから。違う。優しいとこあるじゃん。ええ、まあ。ゴミオ君にもやってもらおう、続けて。ん？ゴミオ君。大丈夫です。え、さっきも練習してる。あの、試合控えてるから。練習してあげるって言ってた。あ、そうだ。でもほら、今試合控えてるから。あの、お願いします。あ、じゃあ。来月。満腹の時で体重何キロ？72です。あ、じゃあダメだね。え、今から4キロ落とせる。これ68だから。ちょうどサウナ行ってくれば。裏にサウナある。裏にサウナある。でも4キロ本当に今から落としたら多分負けるよ。確かに。しんどすぎて。え、せいやちゃんもう一回言うけど、なんかタイトル5個ぐらい持ってるの？まあ言っても3女の子。そうそう、女の子だし、お料理軽いし、低いし、そうそうそう、バシバシ行きますか。行きます。バシバシ。あの、本当に、はい、こんなとこまで飛んでるやん。なにこれ。リンス、リンス。あオッケー。あ、いい、行くの。あの、本当に、ぬりぼさん、これだけは言わして、はい、舐めてかからん方がいいよ。はい、もちろん、もちろん。ほんと、この子、ただもんじゃないからね。はい。セリナちゃんさ、この容姿でこんだけ強いからさ、はい、ドッキリできるよね。俺の喧嘩自慢みたいな感じで、はい、なんともない少女がスパーリングしたらみたいな、そのどっかのジムに買いに行ってさ、ね、紛れ込んでさ、うん、いきなり実力解放したらモニタリング見ないで。本当に強いですからね。強い。セイナちゃんの YouTube がやばい、やばいっすね。爆飲みすぎて、トップ YouTuber といっても過言ではない。トップですね。50万再生アベリーしとってます、はい、次世代のスターなんでね、日本格闘技の。そうですね。よし、じゃあ行きますか。まあまあ人生の先輩として格闘技がどういうものかっていうのを教えてあげる。ちょっとこんなとこまで飛んでるんですけど。それ危ないから、危ないから拭いて。スリップしちゃうから。じゃあ笑ってるやん、もうせいやちゃん笑ってんだけど。じゃあいきますよ。はい、ロボット太陽始めますよ。ロボット太陽レディー、ファイト。うわっ、ちょっと待って、ちょっと待って、ここ当たったけど、ここ当たったけど大丈夫。いや、待って待って、ここ当たったけど、ちょっと待って、ここ当たったけど、ちょっと待って、パンチだけにしてくんないか。パンチだけにダメ。パンチだけ。これもほら、ガードできないからさ。ああ。普段ちょっと。確かに。チェンジだけ。いや、普段です。いや、普段じゃないけど。パンチだけね。パンチだけにして。蹴らないんだよ。オーソ。オーソでやってくれる。いや、蹴らない。踏まれそうで怖いから。踏まないで。そういうことね。そういうことね。オーソで。おっ、踏み込まないで、マジやばいから。踏み込まないで手打ちにして、あと1個ほんとブレーキングだよ。おい、蹴ろうとしたろお前。蹴れたとしたよ顎をちょっとやって。
あっ、いてじゃないのよ。で、オーソの、オーソ、オーソにして。うわっ。うわ、その効果音やめて。いてじゃないのよ、だから。最後行こう。よし、こんなもんだな。ああ、大したもんでねえや。オッケーオッケーオッケー。どうだった？もう一度で行こうか。もう一？いいよ、全然。うん、あのね、うん、あの踏み込まないで。あと、オーソ、あと、もっと踏み込まないと取ってない。ペリーなし。これで横になってる時点で、そういうやりにはボディをもっと使う。上と見せかけて、ちょっと、教えて。俺、怖くてさ、あ、怖くないんだけど。行こう。はい、行きます。もっともっと踏み込まない。踏み込まない。そう、何を脱ぐ顔の。ちょっと踏んでるって。マジで踏んでるって。ねえ、踏んでるの。19試合。逆に踏んでるの。王さんがサウスポーだよ。あ、そうでしょ。え、君もサウスポーいける。じゃあ、王さんの方がいい。王さんとサウスポーがいい。あ、そう、はい、行くよ。はい、どうしよう。メイコさんもっとやっていいよ。メイコさんもっと行っていいよ。うん、行きたいんだけど。大丈夫？いいよいいよ、全然いいよ。大丈夫？痛い？痛い？大丈夫？痛い？大丈夫？ごめんね。大丈夫？痛い。それ言ってやめて。ちょっと待って。そんな飛べていいと思ってんだ。そもそもで顔の動きがこれやめてほしいんだよ。おお、いいね。油断してるとこあるのね。あ、踏むぞ。踏むなよ。自分で。おお。おお、すごい。うまい。ベリー、ベリーうまい。出してきたか？ついに。え？見せに来たか？ラスト1分。おお、すげえ、避けてる。やりきった。まあ、大人ってこんなもんだからさ。全然。ちょっと水ください、お水を。でもこれで、もしね、塗り棒が試合当日、うん、めちゃめちゃ強かったら、マジでかっこいい男だったってことになるけど。まあそうだね。これで、本当に同じ感じだったら、うん、マジでダサいやつですね。2人とも、2月19日ブレイキングダウン、試合ということで頑張ってください。お願いします。手が、はい、大丈夫。大丈夫。じゃあまあまあ、試合頑張ってよ。はい、十分に、はい、応援するわ。ありがとうございます。OKOK、 もう俺も試合だから。、うん、はい、お水ください。
乗り物の試合は第1試合目にしようかな。いや、フリーで。オープニングマッチ？いや、YouTube で一番見られる。オープニングの男？トップバッターでお願いします。おお。まあ、わかんないけど。わかんないんかい。今ね、今、それぞれ20人見えてます。大丈夫ですか？大丈夫。問題ない。うん。多い方が盛り上がるでしょ。